西側行動より、連結部左側の胸の手すりが右側の胸より下がっているのが確認できるパークシティララ横浜は2007年11月に完成した横浜市都筑区にある705個4棟からなる分城マンション、隣接するショッピングセンターララポート横浜と一体で開発された地上12階建て、 敷地面積は3380.06平方メートル。所在地は神奈川県横浜市鈴木区いこの部町4035の13。建設の欠陥が2015年10月に指摘された。事業者は三井不動産と名豊かエンタープライズ、設計、思考は三井住友建設、販売は三井不動産レジデンシャル。 2011年にパークシティララ横浜自治会が設立された。パークシティララ横浜管理組合は、横浜市資源集団回収登録団体の一つ。社会福祉法人規制会が設置する認可保育所、ユーポート保育園が隣接する。鉄筋コンクリート構造、地上12階建て、敷地面積は3380.06平方メートル。 専有面積80平方メートルの部屋を主としており、ララポート横浜との提携サービスなど、ソフト面の充実が図られている。2006年時点で、分譲価格は、坪単価155万円だった。建設は、三井不動産と、名豊かエンタープライズの共同事業であり、総合不動産業の強みを活かす、複合開発とされた。設計。 施考は三井住友建設で、一時下請けとして、日立ハイテクノロジーズ、二時下請けとして朝日、火星建材が関与した。着工2005年11月30日、春工2007年11月、ララポート横浜と一体での総工費は550億円。日本電気横浜事業場跡地を用地とした。建設には、都市計画提案制度が活用され、 都市未来推進機構平成23年度土地活用モデル対象審査委員長賞を受賞した。2015年10月、虚偽データに基づいた工事が行われ、複数の杭が地中の強固な地盤に届いておらず、建物が傾いている不祥事が発覚。耐震の安全性が疑われた。手すりがずれているとの複数の住民の指摘を受け、三井不動産レジデンシャルと 三井住友建設が2015年8月に調査したところ、4棟あるうちの1棟で傾いていた。三井不動産レジデンシャルによると、2014年11月から調査が実施されていた。三井不動産レジデンシャルの調査によると、傾いた棟にある計52本の杭のうち28本を調べたところ、地盤の強固な支示層に達していない杭が6本あり、 長さ不足の杭が2本あった。三井住友建設の社内調査によると、地盤調査を行ったように予想う虚偽データが作られていた。なお当初、三井不動産レジデンシャルは、東日本大震災の影響として公弁していた。同じ横浜市では、熊谷組が施行し住友不動産が分譲したマンション、パークスクエア、三沢公園で前年にも同様の問題が発覚し、 屈作が浅いのに支持層に到達したと誤認していたことが分かり、後日、住友不動産が買取などを申し出た。国土交通省は単純な思考ミスでなく、虚偽データが使われた事態を重く見て、二〇十五年十月十四日までに、他の物件の調査を、志向会社の三井住友建設に指示した。横浜市長林文子は同二十八日に。 構造計算の評価に関しての支援を国土交通省に緊急要請、食い打ち工事を担当した旭化成建材本社に建設業法違反の疑いで同年11月2日から国土交通省が立ち入り検査を行った。国土交通省は同10月に基礎食い工事問題に関する対策委員会を設け2016年2月に パブリックコメントを行った。同年10月16日と17日施設内の集会所で三井不動産レジデンシャル社長の藤林清高出席のもと住民説明会が開催され建て替えの可能性や金銭的保障などが説明され藤林が謝罪した。旭化政建材社長の前田富弘も謝罪したとみられる。 一時下請けの日立ハイテクノロジーズ社長の宮崎、正宏も同社の決算会見後アナリスト向け説明会で謝罪した。三井不動産レジデンシャルの説明会は同年10月31日にも横浜市内のホテルで開催された。この問題で朝日火星建材が下請けとして請け負った杭の工事でデータ転用や改ざんがあったとして、 朝日火星建材が全額を負担して傾いた建物の補修や他の胸の調査に当たると朝日火星が述べた。10月22日に朝日火星は外部調査委員会を設置した。全棟建て替えに必要な住民の5分の4の行為を目指して2015年11月に管理組合がアンケートを行い、その結果によれば住民の約7割が全棟建て替えを希望している。 2016年2月27日の管理組合の総会で前、胸を建て替える方針が承認された。三井不動産は解体、建て替え関連で約300億円、住民の仮住まい等の保証で約100億円を計上した。2015年12月の国土交通省の有識者会議の中間取りまとめ報告書は問題点として元受けによる 総合的な企画調整の欠如、下請け主任技術者、工事管理者などの体制の問題、元請け都市公会社との間での祖母などを指摘した。朝日課税の外部調査委員会は2016年1月の中間報告で、同社内でのデータ形式の姿勢をデータ流用の一員として指摘した。同社社内の調査委員会は2016年2月の中間報告で、 別件でのデータ流用問題が、ララ横浜以前に3件報告されていたにもかかわらず、対策を怠っていたことを認めた。この問題によりにより、食い打ち業界全体への不信が広まったとして、東京商工リサーチが動向を調査し、建設工事における多重下請けの構造がデータ偽装の根底にある可能性を2015年10月に指摘した。ありがとうございます。